内掛、け内掛けは、日本の女性の着物の種類の一つ。本来は春、秋、冬の衣料だが、結婚式の貸子衣装では、社などから作られた夏物の、内掛けも、稀に見られる。別名、買取り。有利では、掛け、仕掛けと呼ぶことも、結婚式で神父が着ることがある。内側に着用する着物より一回り丁目の竹に、仕立てられ、裾には、 吹きと言われる綿を入れて厚みを出した部分がある。吹きは打ち掛けのようにおはしょりを作らず床に裾を引く着物に見られるもので、裾周りに厚みのある部分を作ることで足に衣装がまとわりつくのを防止する目的がある。また、吹きを特に厚く仕立てることで強化遠近法の応用で実際よりも身長を高く見せる効果もある。刺繍や絞りのほかすりはく。 縫い箔などをあしらって、衣装全体に絵画を描くように模様をあしらう。打ち掛けが切られるようになったのは、裕福な武家の女性が打ち木であるこその上に打ち掛けを、羽織った室町時代からである。文明十一年には、ご土三角天皇が、八代将軍、足利義政の制裁の日の富子を縁に招いた際に、打ち掛けの服装を許可する別直を発した。江戸時代。 大奥に勤める上楼、中楼など、皇位の女性が打ち掛けをきた。大事の上級女官や一般区下の女性も、日常的にこれを用いた。江戸時代後期に、上方や江戸等の富裕な町人女性が、婚礼等に着用するようになった。また、江戸吉原や京島原など、特定の遊郭の上級の女性たちの清掃でもあった。短い田元のものと、振袖のものがあった。 ありがとうございます。